よかろうもんと川野純の「今夜もここで」この番組は主ボーカルスタジオの協力でお送りします「今夜もここで」 どうも皆さんこんばんはヨカロモンと彼女の今夜もここでの時間です今週のパーソナリティは初夢を見るため布団に潜り込むどうも自由番こつきて三宿寝太郎ことヒロですよろしくお願いいたします <laughs> 何そっち系何 <laughs> じゃ次武原さんお願いします食べようと思って走るはコンビニに <laughs> どうも 大福ふくふくたくやですよろしくお願いしますたくやごめん <laughs> 今年初滑りしてるから、ね、<laughs> しかもヒロのせいだよな <laughs> ヒロのせいだよないしいい、ね、自己紹介お願いしますよ。締めていただきましょうすみませんじゃあじゅうさん髪の毛が薄くなって悩んでます とことんいやこれダメやもう何にも出てこなかったいや本当俺リアルにさ AGA ってあるじゃんあはいはいはいありますあれ超見るようになっちゃって最近電車に貼ってるやつですねとかネットとか検索してはい怖くなっちゃってえでもそんなのあれじゃないですか別にいや自分ってさ分かってるじゃん一番自分の絶好調の時分かってるじゃんはいその時に比べるとあれってはい最近なったのよへえそう で、ほんとガチの俺の本心が出ちゃってじゅうさんじゅうさん一応これ真理一発目ですこ <laughs> <俺>あ、そうだ <laughs> 一発目そんな感じに始まるからああ,あがましておめでとうございますっていうことですか <laughs> いや違う違う違,違,違 AGA かけてじゅうん、あきましておめでとうございます <laughs> いや初滑りをさせられましたけどね本当にしっかり初滑りしましたいやありがとうございますほんと発目がヒロタクなんですよはいいや前回がまあ最後のコンビとして出たんだけどまあ今年一発目じゃ誰いこうかなってなった時に一応勢いつけたいなと思ってまあ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 そうですね今日の俺のスケジュールがちょっといろいろあってあの最後にするんじゃなかったっていうこれ一番最後のスケジュールが今日これなのよまあ僕らご飯で行ったらラーメンみたいな感じでいやほんとそうですよラーメンってマジで重すぎる 僕ら授業で行ったら古典みたいな感じなんでうんそうそうそうそで古典大っ嫌いだったからさごめんね今後今年もよろしくお願いしますということで皆さんもコメントよろしくお願いしますお願いしますお願いしますあの収録がちょっと前だからい。本当はねこう何をしてたかみたいなお正月とか何してたかみたいな話をしたいんだけどまあ残念ながら今できないのでそういうことがね予想してちょっと喋ろうかなと思うんだけどはいまあ今年ねやりたいこともあるあります <強>そうねそれこそまあとで喋ってもらうけどワンマンライブがまたほら再開して。 それが迫ってるじゃないですかいや本当、はい、にだから本当今俺が心配してるのは、はい、多分この放送されてる時って結構直前だと思うので確かにか体調本当崩してないかっていうことだけ心配してるこの時に2人が 2> お<ー>おもうそれだけかなその一応ボイストレーナーとして、はい、もうここで多分体調崩したら終わりなので、はい、この時期に確かにそうだからそこだけはちゃんとあの守っていてくれたらいいなとは今この時2人が、はい、っていうのは思ってるけど今日は優しいねなんか淳さん 優しいねどうしたんですかそういうことかそういうことかさんざん去年拓哉が好感度を上げまくってで俺が上げようとすると逆切れするっていう今日上げないでもらっていいですかみたいなまあ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 去年の拓哉はですね去年去年の話ですよそうだから今年俺拓哉に上げさせねえからもう敵対心を持たれてるんだ今年もそもそもいつそんなに好感度下げたんじゃあ下げてない潤さんの好感度を上げたくないだけ俺のあ 去年はね、去年はねそんな綺麗に足引っ張り合うことはあるんですててたんですよ、今年はだから仲良く、卓也とも2人で好感度上げていければな、もうそりゃそうですよ、思うし、で、前回ね、廣たくと俺の3人の時は、どしモネタをしゃ本って、もしかしたらここの関係で、好感度がちょっとあっていうのもあったから、だからちょっと今、結構張ってるんですよ、俺の気持ちが、絶対失敗はできないぞと、この2人で。 色からエロを取ったらもうなんかあとはインテリぐらいしか残ないだいぶ残るじゃないかいいのがそこ出してけよそしたらインテリとあとは趣味多趣味その話をしたいわならそっちをしたいわなんでエロを取っちゃってんだろ楽しみになるからねそれだとねまだから今年もいろいろあるのでねはい喋っていきたいと思うんですけれども今年一発目オープニングナンバーいきたいと思うんですけどどっちがいきますかじゃあ僕っすねじゃああじゃあ卓也君いく はい考えてた大丈夫もちろんもちろんもちろんいつも考えてねえけどじゃあさ今年は違いますねあ本当は違うのねごめんごめんなんか去年の拓哉を引きずりすぎてるなってなんか去年の拓哉があまりにそうヘビーだったからずっと残ってるからねええちゃんみたいな感じで拓哉を語るなよ頼むわじゃあ拓哉うん一発目今年一発目の楽曲そうですねうん 今年一発目ということでいろいろ思いはあるはずなんですよお互いにおのおので僕もいろいろ考えたんですよで本当にんかもういい曲がありすぎてはいまあまあそうだねまあまあ迷ってましたでまああの泣けな前置き換えを考えてんだろ今その間にいやいやいや違うんですあそれでは 一曲目。<laughs> なんで急に出てくる <laughs> これ急に出てくるパターンねもう。曲に全く関係ない。ね、何爆風スランプで。<laughs> <laughs> なんだっけランナー。<laughs> ランナー。<laughs> <laughs> ね、ヒロが振ってるじゃねえか、<laughs> もう <laughs> はい、ということで、メッセージテーマ、行きましょう。はい、今月のメッセージテーマ今年の目標。 2021年皆さんはどんな年にしたいですかということなんですけれども。はい。まあもちろんね、ライブが控えてるし、二人は。まあそっちも頑張るっていうのはもちろんあると思うんだけど。はい。まあそこはもう当たり前じゃん。まあ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 。そうそうそう。それ以外でちょっとこう、個人的な目標みたいなのをちょっと聞けたらいいなと思うんだけどね。拓くやこれ、ぐじゃ。いやいや、ひろからいいよ。いや、たくから、からいいよ。さんからなんで俺なんだよ。いやいや、ダチョクラブじゃねえんだよ。どうぞどうぞみたいなよ。考えてないだけだろ、二人とも。いやいや、考えてる。全然考えてる。 やっぱそういうのは年長者の方がやっぱ最初に行って。こういう時だけ年長者で押すんじゃないよ。いただくのが、僕らよかろうもん、上下関係はしっかりとしていきたいと思ってます。<laughs> しっかりしてて、今までの態度これ。困った時だけ上下上下にしてさ、キロから行こうよ。うん、ありました。そうですね。うん。 タクヤがですね、あの、去年、ちょっと一人でメディアに出ることがあったんですね。ああったあ、それ話してるのタクヤね。そうだ。そういった部分として僕も、もちろんグループ活動頑張りつつチャンスがあれば、どこか一人で、よかろうもの代表として、メディア出演をしたいなっていうのは思ってます。タクヤ一人でほら出た先輩じゃんか、じゃあそういうことでは。なんかこう、ヒロにさ、全然いいよ。ヒロにこうアドバイスみたいな、こういうのしといた方がいい。お願いします。いや ないです <laughs> <よ>今,今これが、ないって言った理由が、なんでかっていうと、うメディア出演した際に、<う>終わった後ぐらいに、電話してきたんですよ、僕に。感想を広いに電話してます, <laughs> す。これまでにないくらい、うん、なかなか真剣なトーンで、うんーん、悔しかったね。<laughs> あ<ー> <laughs> そんなことあったんだ。<laughs> んもうちょっとできたんじゃないかな<ー> <laughs> その一回喋った時はね、うん、まあ、もっとこうできるようになりたいとは言ってたけど、うん、はい。で、拓はの目標は結構ヒロと似てて、うん、個人でのその活動も増やしていきつつ、その5人それぞれが、それぞれのその活躍できる場を見つけていきたいっていうのは。うん、で僕は、バラエティ寄りな部分で、 メディアとか出れたら。おー、なるほどね。確かになんかクイズ番組とか。あ、そう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 。そういうパネラーとして出てるとかってことでしょああ。ヒロは、なんか MC 側の人間でもいけると思うああ、そうね。そっち見えるね。いきなり MC 行く人間まあ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 。まあまゆくゆくはね。いや、わかるじゃん。わかるわかる。そういうキャラわかる。よかろうもんとしてもそうだけど、変な話、ヒロが MC してる番組に、タクヤがパネラーとして出てくるみたいな、そういうのもなんか面白いかなとけど。僕そっちかというとパネラーの方じゃないですかいや、そうだと思うよ。 <laughs> 全然そうとうそっちの需要がでもすげえ高いと思う。そう,そう、そっちで出てきたいなっていうことか。まあそうですね。<laughs> これこんなガチ目標でいいですか <laughs> 全然いいんじゃないいや、俺もっとでも確かにおふざけで来るかなと思ったら、二 <laughs>、はい、人ともかなりガチの目標を持ってきたっていう。やっぱ信念一発うれしいところがありますねい。でもいい,いいと思うよ。ててふざけるのはこっからでいいから。<laughs> あ,あ,あと、<laughs> うん、私は、ヨガメントいっぱいハグしたいっす。<笑><笑> いや、唐突なふざけ。今年は、ヨカメンと、え一つの餅を付き合って、<laughs> おこれ俺の餅だから、え、ちょっとそれ私が育てた餅だから、<え>えうるせえよ、それ俺のだからな、<laughs> ってしたいです。<laughs> らしいわ。この二人らしいわ。<laughs> 逆に言うと、最初のなんかテレビ一人で出たいみたいなやつをカットしてこっちだけにしたいぐらい。<laughs> <laughs> それでいいぐらいだわ。いや、それでいいっす。<laughs> <laughs> なるほどね。まあ、あらしさも出たところで。じゃ、ちょっと、行きましょうか。あの、皆さんのやつね。コンココネーム、とある薬剤師のたまごさん。 ありがとうございます。皆さんこんばんは。は私は福岡のとある薬学部生です。前回の、えー、国家試験に合格し今年の春から薬剤師として県内の病院の薬局で働くことになりました。すごい、ね。私は人見知りで初めて会う人とたくさん話さないといけないこの仕事がうまくいくかとても不安です。うんうん、でも薬のことを話すときはすごく楽しくていつも話を聞いてくれる先輩や教授には頑張ってもっと自信を持ってと励ましてもらっていました。素晴らしい。なので2021年は2020年までより人見 資料なくしてたくさんの人にわかりやすい薬の説明ができるような一年にしたいです素敵ところで皆さんは 初めて会った人と話すときにどういうことに気をつけて話をしていますか今後人と関わることが多くなるので参考にさせていただきたいです。え、2021年も金曜日の夜を楽しみにしています。うおんコミュニケーション力で来てるじゃん、ここまであなたたちは。人とのコミュニケーション力の高さでここまで来たようなとこあるじゃん。いや、ま、そ、そ、う…そ、そ、そ、もそ、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 はまあまあそ、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  <laughs> 聞くやつ間違ったか、おい。<laughs> あいつちが急にエタそソになったじゃねえかよ。<laughs> いや、だからこういうね、人と話すの苦手な方なんですってよ。うん、はい。まあ言っても喋る人だと思うの。二人はね。はい。はい、いろんなとこ行っても、やっぱりまあ先人来て喋るタイプだと思うから、はい。初めて会った人と話すときに、どういうことを気をつけて喋ってんのかなっていうか。うん、しかも仕事の、 コミュニケーションですよね。まあ,あ、まあ、でも、そっか。コミュニケーションですよね。うるせえよ、英語。いや、<laughs> コミュニケーションやから。<laughs> いやいや、下手だったよん。<laughs> ヒロの方がマシだったやんけ。やめろよ。下回んの。<laughs> <前>そうでそうで <laughs> で、まあ、全然それ二人のあれでいいよ。<laughs> 仕事じゃなくても。<ー>普通に二人が初めて話すときに、 気をつけてることえっと、うん、僕が気をつけてるのは、うん、こっちがあんまり喋りすぎないっていうのは気をつけます。やっぱ喋りたい気持ちもあるんですけど、うん、とりあえず聞く側に一回回って、だね、ただ喋りやすいような雰囲気は作る。その人がね、相手がね。僕が一番最悪だと思うのは、うん、こう初対面で、うん こっちばっかりの話しするのってもうめっちゃ聞きます。あ,あだから自分が相手だったらね。<laughs> 言うね。うん<ー> <laughs>、なるほどなるほど。なんかこう、喋んなきゃ喋んなきゃって多分なる人もいると思うのよ。初めてで空気作んなきゃって。うん、で喋、ね、りすぎちゃう人って多分いると思うから、うん、そこで気をつけなきゃいけないっていうことね。なんか言いたくなる気持ちを一旦抑えて、聞いて、うん 自分のターンになったら、わって喋る。ちゃんとだから話を聞くあの、あれも持ってますよっていうのをちゃんと見せるとことか、うん、あでもそれが確かにいいコミュニケーションにはつながるかも、うん、やっぱ一方通行になるよりはね。そうですね。本当に今、卓ヤが言ったことが、結構、うん、まあすごい重要なことだと思うんですけど、うん、まあ別で言うなら。うん やっぱとりととあえず笑顔ででいいいいることじゃないですか、ね、はい、はいはい、見た目のとこね、今度ね、はい、うんうんうんやっぱその、少し表情が明るいと、うん、単純に今薬剤師の仕事をするっていうことは、おそらく薬局にいらっしゃるってなると、顔がやっぱり出るよね、うんはい、そこが明るい表情だと、それだけでも、やっぱり行く側としては、うん、確かに明るさを感じるのは、うん 大事だなって思いますね病院とかさ俺もちょっとこう体調悪い時って行ったりするんだけど薬剤師さんってさ、はい、安心させてほしいわけよ言ったら薬とかって怖いわけ俺はやっぱりね体に不安があって行ってる場所だからはい、はい、それの時に安心感っていうか、はい、包んでくれる母性みたいなのを感じるといいよねやっぱりねりり安心するじゃんこれ何、はい エロビデオの話なですか <laughs> 違うよ、違う、おい <laughs> やめろよ、俺をエロビデオの話にするんじゃないよ、<laughs> エロビデオも安心感は必要かもしれないけど、<laughs> あの、違うんすね、違うよ、<laughs> 新年早々ぶっこむなと思って、お前だよ、ぶっこんだよ、<laughs> 俺、何にも俺、普通の話にたんじゃんだけ今 <laughs> だから母性ね、そういう。 あの、薬剤師としての母性って、はい、すごい重要だと思うの。安心してを変えるとか、まあまあまあ,まあかあ、ね。からそういう意味では、ヒロのそういう優しい笑顔で迎え入れてくれるとかっていうのは、無愛想な人だとさ<い>、うん、大丈夫かなって思っちゃうよね。そうですね。うん、この薬飲んでも大丈夫ですよっていう感じの優しさの笑顔は欲しいかなと思うから、確かに仕事で言うと。いや、そこね薬局行きたいな。でしょ <laughs> 風邪ひいたら、うん、とにかく薬求めちゃうんで。<laughs> いや、いや、俺もそうなのよ。あ、そうなの俺もすぐ、まあ、早く薬飲んで治したいみたいな。薬局とかすぐ行く人だから。えぇー、うん。だからその時こういうとこ出会うわけじゃん。言ったら。優しくね、拓ヤさんこれだったらすぐ治りますよって言われたらさ。 嬉しいじゃん。え、これ、なんかエロビデオなんだった <laughs> <laughs> どこにエロレオさんあったの、ね、今、俺。<laughs> すごい、なんか鼻の下伸ばしながら喋ってますけど。<laughs> えー、伸ばすかお前らに。<laughs> どんどん縮こまっていくわ、お前。<laughs> 逆に。安心感的なところを言うと。まあ、まあ、確かに。うん、そういうことかなっていう。俺はね、ただから話聞くっていうのも大事だし。 笑顔でいるっていうのも大事だし、そこはでも安心感の,その母性みたいなのを出すっていうのは、はい。繋がるのかなと思うので、なんかそういうとこ意識して、仕事してもらえると。でも素晴らしい仕事だと思う、ね。いや本当にい。頑張ってほしいですね。頑張,すね頑張ってください、はい、頑張ってくださいコンココネーム、はい。黄色のももちゃんさん。 おありがとうございます。黄色のもちゃんそういうことなのかなわかんない。色で言うと。何かわかんないんで、LINE の ID とか。やめろ色的に二人のこと言ってんのかなってちょっと思っただけで。うん、あの。え、ちょっと電話番号書いて。いや、やめろすぐそうやって、チャラさを出すんじゃない。んさん、よからもの皆さん、こんばんは。こんばんは。え、今ここいつも大笑いしながら聞いています。嬉しい。え、私の今年の目標は、綺麗でいる。です。わえ私は今年で30歳になります。はい、同い年じゃあ そんぐらいか。そうです。えー、25を超えたぐらいから肌のケアをサボると肌荒れするようになってしまい、うんうん、エステに通っていたんですが、2020年はコロナの影響もあってエステも行けず、はい、肌のケアをサボってしまい、ひど、はいえー、く肌荒れしてしまいました。はい、らら今年は肌のケアをちゃんとして綺麗でいたいと思います。綺麗なまま、んさんや横桃さんに今年こそ会いたいですということなんですけれども。<laughs> ちょっと。いやもうこの気持ちが嬉しいですけどね。綺麗だ。うんじゅさん、エコいいですか <laughs> いや、もうお前らの時エコー使いすぎなんだよ。<laughs> 3、2、1。綺麗 <laughs> カットしてるかもしれないけどね。<laughs> いや、その時点で多分綺麗ですよ。意識が当ってすごいだって意識高いもんね。ね肌荒れか。タッカーとか結構さ、美容とか詳しいイメージがあるのよ。もう詳しいっすよ。肌荒れしづらい方法みたいなのあったりすんのなんか。単純に気になるんだけど、男としてもちょっと綺麗にしたいじゃん、やっぱり。え、<う>まあまあ保湿。 保湿。あとは、何で洗うかじゃないですか。ボディーソープじゃダメなの。え顔いや、顔は洗顔だけど。その洗顔も、まあボディーソープもこだわりはあった方がそれ、いいのは、こうしたことないんですけど、やっぱ顔は一番気になるじゃないですか。はいはい。その成分的に何が入ってるといいのあったりする例えば、その、人の体ってもう油って大事なんですよ。テカリとか気にしますけど、油分逆に取っちゃうと、油分がもっと出るって知ってました知らないへー。めっちゃそうですよ。油分取っちゃうと、 ある程度の体、油分大事なんで、はいはい、体が油分出さなきゃって過剰に油分出すんですよ。油取り紙をいや、だから逆に手かるんですよ、あれ。えー、えー、ほらめっちゃ詳しいじゃん、この男そうなんだ。そうなんだ。取っちゃいけないんだ、逆に。 だから、ここで喋っに油を塗れと、うん。必要最低限の汚れを落とす洗浄力の泡で、うんうん、で、かつ保湿ができるやつを選んだ方がいい。は<ー>ここで言ってもあんまちょっとマニアックになるんで、うん、だから LINE とか教えてすぐ聞くな <laughs> すぐ聞くなで、教えたくなっちゃうから。<laughs> この子も。<laughs> えー、それだったらってなっちゃうから。えー、でも普通に参考になったんじゃない今の。 え知ってますよ、多分それ、このぐらいの多分美意識ある方だったら、多分知ってる話ですえヒーロー的にはさ、今、初めて知ったと思うけど、はい、でもちょっとこう綺麗にしとかなきゃいけないじゃん、あの仕事的に。そうですね。どういうことしてんの、ヒーローは。でも僕は、拓哉から聞いてやってるだけなんですけど、うんまあ、お風呂上がりに保湿をするっていう。あ,<ー>あ今を言ってたやつだわ。だったりあ そういうのを言うと、やっぱよかめのほうが知ってるんで、よかめから教わること多いですね、そうなんだ、結構教えてくれるの、そういうのそうです、だからパックとかしてて、パック20分ぐらいしてたら、早く取ってください、みたいな、めっちゃ厳しいやくか、でも大事にしてんだよね、ヒロのこと、だからね、それ以上したら、乾燥するから取ってくださいみたいな、うわめっちゃおこ、めっちゃごめん、ごめんって言って、取ったら、クリームを塗ってください。 で、首を、あ、えー、はい、はい、塗り方が汚いですみたいな。う <laughs> わ下から持ち上げるようにしてくださいみたいな。えーそこで愛のあるコメントのおかげで、だいぶなんか、そこら辺に対する意識っていうのは、持つようになりましたね。だいぶそれじゃあ救われて、今こう、キープしてるとこあるかもしれないね。そうそう、本当にだからそれは、うん。えー じゃあ、この二人は大丈夫じゃないだから、せっかくさ、黄色のももちゃんさんが綺麗にしてさ、二人に会おうとしてるんだから、だから二人も綺麗にね、キープしてもらって会ってあげてほしいじゃん。でも、やっぱちょっと、もし、お会いした時に、やっぱり、どのくらい努力したのかっていう部分も、やっぱり、その、褒めたいし、うん。そういうのも、ちかるとこうね、伝えたい、感謝を伝えたいので、電話番号を取り上げてだだから、やめろーなんか、去年よりチャラさが増したな。でも、LINE だったら、電話と LINE 機能あんじゃね やめろやめろ、ほんとに。こいつらはもうダメだ。<laughs> 今年は何、チャラいで押してくのバるゼこいつ。<laughs> それで、やだやだにならないのよ。<laughs> リスナーは。ほんとに教えたいになっちゃうから、ダメですよ、ほんとにそういうこと言って。<laughs> <はい S 1> 僕逆に、毛、毛の処理聞きたい。毛の処理聞くって。何何エブの話何 <laughs> いや、違いますおいー。おいお前さんざんそっち振っといてよ。<laughs> 今はエロな話は全くしないんですけど。俺もさっきからしてねえよ。一切。 でもあの、髭とか、体毛やっぱ気になるじゃないですか。で、剃るのも毎回毎回もめんどくさい。ちょっと前に俺ケと話してたけど、脱毛行きたいねって話したことあるのよ。そう。ヒロには分からないこの気持ちは。そう、ヒロない、ないから。ないから。めんどくさい。めんどくさい。しかも朝剃るのに、夕方ぐらいにもうアウだそれがすごい嫌じゃないですか。そう。もう別人になってる。そう。だから結構ファンデーションとかで隠すもん。うん、ま、隠すもん。やっぱり。 え、使うでしょだからファンデーションで家隠したりするのよ。なんか、夕方なんかに大事な予定あるんだと剃りますね、ああもう。ほら、だからに1日2回剃んなきゃいけないとか。そうめんどくさい。え,えぐいのよ。えぐい。どうやってケアしたらいいのかっていうのを聞きたいってことが逆に。で、僕悩みがあって、俺さ、ダメージ加工のさ、パンツもらったやん。はいはい。うん。ジャンキーね。はい。<laughs> で、 ちょっとダメージ、もも見えるんで、うん、で僕、もも毛そんなに濃くないんですけど、はいはい、細い産毛が生えてってはい、はい、僕はある日、電車に乗ってて、僕の太もも見たら、うん、ちょっと細い産毛がぴょんってなってるのが、はい、はい、気になったんですよ、その日の夜に僕は剃ったんですよ、剃 <laughs> ったら僕、肌が弱いのか、うん、チクチクしてる部分から、ぶつぶつになっちゃって、パニックなんですよ。 ああ。だから、髪剃り負けなのか。え、でも、ただ剃っただけだよね。俺さ、全身脱毛のクリームみたいなのを使ったことがあって。塗ってと。除毛クリームみたいな。そうそうそう。あれすげえ取れるんだけど、結果あれ出てもその後肌荒れしたのよ。ああ<ー>。やっぱり赤いブツブツみたいなスーでしたからそう、なりますよね、だから。なるなる。なるへえ、そうなんだ。そう,そう、だから、あ、どうしたらいいんだろうって俺も思ってたのよ。<う>聞きたい。 びっくりした。何を二人でここでただただ悩みだけを吐き出して。いや、いや、もしかしたら答えてくれるかも。そうそうそう。ググってください。ハッシュタグ今後ここでお待ちしてますよ。本当に。いや、本当に。こっちはね、どうやったら毛の処理を、ただ、あれしないでできるか。とか、メンズにおすすめの、その脱毛方法とか。とか、聞きたい。う聞きたい。うん。ダメージ部分だけ剃ったらどうですかって。難しい。そこだけ荒れる。これはロわからんわ。 そうですね。ああ。ツルツルですもんね。ね超羨ましい。半分以上分けてあげたいもん、ほんとに。ほんと、いらないから。ぜひね、お待ちしてますんで。はい。え、コンココネーム、たまごアレルギーさん。ありがとうございます。はい。広のアレルギーってことじゃないの大丈夫可愛いな。え、私は1月に、はい。お、私は1月に20歳の誕生日を迎えます。おめでとう。おめでとう。お そこで、えー、今年の目標兼、二十歳からの目標として、はい、自分自身を好きになることを頑張ろうと思います。素晴らしい。私は今まで自分自身を好きになれず、はい、自信を持つことができない人間でした。はい、友達から褒められてもお政治かなって思ってしまう性格です。でもそんな自分とは十代でバイバイします。うん、これからはもっと自分を好きになって素敵な大人になれたらなと思います。うん、あー素晴らしい。えー、でも十代1点いいですかはい。俺は好きだよ <laughs> 何これもエコーか <laughs> めんどくせえな仕事ばっかりしてるホントにはあ,あの自信自分に持てないってのは分かるいや僕も分かりますよいや自信過剰な2人だろここ僕は分かんなかったですね <laughs> <laughs> もうナルシストでここまで来た2人だろ <laughs> 言ったら俺自信ないように思わんからだから自信を持つって大変だと思うんだけどね <はい S 1> 自分にねジュさういやもう自信ないよで逆に聞きたい2人にどうやったらそうやって自信過剰になれるの 自信過剰って言うとちょっと言い方悪いで <laughs> す。すいません、なんか自信過剰。<laughs> なんか、ちょっと。ごめんなさいち、ちゃんと,と正座するはい、正座するやめて、そういうことやると、二人をいじめないでっていうコミがすごいことになるの。大丈夫この二人でいじめないでって言われることは多分ないですよ。<laughs> 大丈夫大丈夫有罪とかだったらわしはありまそうそうそうね。どうやって自信を持ってんの自分に。やっぱ自信ある程度持ってなきゃ無理じゃん。それは、今まで自分が、 なんか、かっこいいとか、うんあ、こんな風になりたいっていう人が、すごい堂々と見えた。うん、おお<ー>確かに。でもそういうことなのよ。だ背筋だったりとか、<も>立ち振る舞い、うん、話し方。うん、まあ、それらをひっくるめて、 自信があるように見えて、はい、そういう人ってなんか人が魅力ってくる感じがするなって僕は思ったんですよねうんうん、うん。だからそういうふうに振る舞おうって思ったってことあとはちょっとマイナスなオーラの人のところに近づきたいかと思うと僕はそうじゃなかったので、あー、なるほど。助けてあげたいって思うことはあるかもしれないですけど、うん、その人に何か頼りたいと思うかというと、クエスチョンじゃないですか。うん、はいはいはい。クエスチョンクエスチョン。 あは <laughs> <laughs> クエスチョンいや、違う違う、違ういいね。全然間違ってるよ。<laughs> もうちゃんと綺麗にやれ、英語。はい、だから、そういう疑問を感じるってことね。はい、だから、そういう風にならないようにしようっていう意識をしたってことかそうですねあー。ヒロはなんか、自分がこう、ちょっとこう、ちゃんと、はい、持てるというか。はい、<ー>意識的で持とうとはしてますよ。 やっぱ結局今言ったように前を向いてる人だったり堂々としてる人を見ると自分もやっぱり元気になるっていうか部分があるので、うんうんうん、でもヒロが自分の見せ方一番僕は客観的にうまいと思ううまいよな写真の撮り方とかさ <laughs> ライブのパフォーマンスでもそうですよそうなのよいや一回聞いたことあるヒロに俺どうやって写真撮んのみたいなお話もしたことあるぐらいでそうああいうのも研究してんだよねだからねまあそうですねどうやったら好きになれるのかっていうか、うん うん、もう好きになる覚悟を決めるみたいなそっちのほうが近いかもしれないです。なるほどね だからやっぱり自分はのことは自分が知ってるっていうのは、多分本当にみんなあると思うので、うんうん、自分の嫌な部分、できない部分もやっぱり知ってるじゃないですか、うんうん、だからやっぱそっちばっかり、自分のことを考えると、うん、そっちにフォーカスしちゃうんで、一旦そこは置いといて、うんうん、できること、自分がなりたい人の理想像を考えて、うんうん、その理想像の自分を目指して、それに対して行動するみたいな。あじゃあ、結構似てるかもしれないね、あるかもしれない。 ヨかるもを見てて、はい、で、よかるもがやっぱ自信持ってやってるから、それで勇気を持って自信持とうと思ったかもしれないよね。いや、と嬉しいっすね。ね,すね,ね。うん。なので、自信解除例にならないよね。本当にね。でもなんか、<laughs> 僕らのその、ファンと、うん、アーティストとかっていうのは、 結構似てることが多いらしいんですよ。だからやっぱり見てるから。そうです。似てくることもやっぱり多いらしいんすよ。だからおそらく僕らを好きでいてくれたら、自信過剰になっていくと思いますよまでも。まあでもね、自信ないよりはいいわ。<laughs> あそれでも。そ<う>おまあ、この二人のようになれれば、まあいいのかなでもやっぱりね。なんか自分に言い聞かしてるじゃん。<laughs> はい、卵アレルギーさん。だからさっきヒロが言ったようなこともちゃんとしてくれてるから、ね、今年じゃあそうやって自信持って、形になって、はい、生きていっ 言ってくれればなと思いますので。じゃあ、二十歳超えるってことだよね。じゃあ別に LINE とかは別に問題ない。ああ、もう。二十 <laughs> 歳超えるということはじゃあもうね。まあまあ、そうですよ。大人の関係ですからね。そうですよね正直であって、俺もなんかやめろよとか言ってる立場でもねえしと思って。<laughs> なんで俺が止めれる権利があるんだろうと思って。いや、そうですよ、本当に。<あ> <laughs> 2人ぱ顔を見ずの連絡をやったら、渋谷の花緑で待ってるので来てくださくる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 、そんなん言ったら、悪い大人な気をつけてくださいね、二十歳になってもね、この2人みたいな大人にはついてっちゃだめですよ、本当に。じゃあ、2曲目、2曲目はね、今月はあのよかなものの楽曲からちょっとランダムで流そうかなっていう、あ今年スタートなのでね、じゃあ、ヒロから振ってもらおうかな。はい、じゃあ、新年1発目ということで、聴いてください、トゥーユーなラブソング。 この歌と出会った君へ向けたラブソング包み込んで離さないよという自由なラブソング僕たちと出会った君へ向けたラブソング歌で繋がる 你呢？ Deu um mó はい、では質問相談のコーナー行きましょう。はい。は今国ネーム、一人旅好きさん。わー。ありがとうございます。はい、えー、じゅんさんやころもんさん、こんばんは。こんばんは。私は旅行や実家に帰省するときに必ず体を洗うスポンジを持っていきます。<う>そこで質問です。じゅんさんやころもんの皆さんは、泊まりの仕事や旅行とか、実家に帰るときに必ず持っていくものはありますか、うん、はい。またこれ持っていくのおすすめみたいなものがあれば教えていただけたら嬉しいです。これからも応援しております。いはい。わー。 ね、携帯とかそういうのはもちろんあれだけど。俺、その欲しい人。え逆に。そういうものがはい。え、だから何にもないの普通の状態でいつもどっか行くの旅行行く時とか、帰る時とかって何にも持ってかないのそう,そうそう。むしろ持って行くっていうよりかは、例えば旅館に泊まったら、うんはい、そ旅館の浴衣が着たいタイプです。ああ。なるほどね。だからそこの現地のものを楽しみたいっていう人なんだ。そ,うそ,うそ,うそっちです。ああ、だから別に自分の着やすいスウェートとかを持っていくわけはないってことね、<laughs> そうなると。はいはいはい え、じゃあ、例えば、ちょっとこう、着心地が悪いな、みたいな時あるじゃん。それも思い出だと思って、着心地が悪いので、一晩過ごすってことでしょ言ったら。うん、そこまで気づかないと思います、僕は。そう、なんでもなんでもいい。何でもなんでもいいけど、そうなんだ。それは忘れてたよ。ほんと、この男。こだわりがないからね、逆にね。そうそう。うーん。あ、枕はそばからか、新鮮だなって。だけでしょもうそれだけだもんね。あ、逆に、じゃこういうの欲しいのか。なんにもないんだ、ヒロー。なんもないっす。拓也はなんかこだわりそうじゃない僕、荷物多いっすね。でしょ 逆にその、浴衣とかじゃなくて、ちゃんと自分の服を着たいみたいな。なるほどあ、だから浴衣じゃないんだ、向こう行って着るえてるなんか、僕、浴衣着れないんですよ、なんか。で,<僕>でかくていや、すぐはだけちゃうんですよ。あらば。エロな話え全然違います。<laughs> <laughs> <laughs> 結局2021でもその感じかい。<laughs> あとは、んか僕がこれ人と違うのかなって思うのは、まあ、うん、<laughs> 4足高校。<laughs> 4足高校。うん、2 <laughs> 足、2足、2 <laughs> 足。パンツめっちゃ持っていく。え、え、その日日数よりもってこと <laughs> え、ということめっちゃお風呂入るけ。え、でもわかんない。1日にさ、じゃあ2、3回入るとしても、毎回買えるの買えま,ます、買えます。 なんで汚くなってないじゃん別に。だって。そんな一日一回変えてれば。いや、ま、あちゃんと振り切ってますけど、ふとした瞬間にもしかしたらその線、ちょっとね、塗る。<laughs> <laughs> <laughs> あの、たらっと。そう。まあもう大人ですから。<laughs> まあ。ちょっと残りなんちゃらがあるってことでしょいや、まあなんか、振り切ってますけど。うん。ああけど、僕は本当は、トイレをしたら、うん、あの、その場で、拭きたいんですよ、<laughs> 全部。俺拭くのよ。俺絶対ティッシュで、<laughs> あの、ちょちょちょってやんどんな会話やねん死やぞ <laughs> 知らんかな 持ってけトイレットペーパーをどこまでもだから持っとけばできるよだけどずっと持っとくわけにいかないからしかも僕はちょっと外出るとお風呂入りたくなっちゃうからはいはいだからパンツを一般の人の2倍ぐらい持っていきますはあそうっすねなるほどねだからライブで地方に行った時もライブが終わってホテルに帰ってきて一旦お風呂入ってまあ汗かいてるからご飯食べに行こっかみたいなメンバーでご飯食べに行ってで帰ってまた プロ入るみたいな <laughs> でもいい意味があるその <laughs> メンバーと飯振って別に汗かいてないじゃんだってそれ入りたいんだ。寝る前には入りたいってことじゃがまあそれリセットですそこは髪の毛とかなんかついてたり顔になんかついてると、うん、もうすぐ落としたくなっちゃうんですよでもついてない時もあるじゃんだからメンバーと飯振るときなんか何もつけないでしょ <laughs> けどなんかちょっと嫌なんです <laughs> <laughs> なんだろうねえでもヒロはさすがにこんなに入らないでしょ一日入らないです必ず持っていくものかジュースあります あの、鼻毛ッったみたいな、そういうのは持ってくけどね、絶対。いやでも、ってから行けばいいじゃないですか。いや違う違う違う。鼻毛なんか一日生えてくんだよ。意外と。さっきの美容の話じゃないけど、剃ってたと思ったら、お前こんなとこいたのみたいなのあったりするのよ。ああ。そうそうそう。だから旅行行ってれば全然、あ、はじめましてみたいなのがいたりすんのよ。そう、だから、眉毛剃りと、鼻毛買ったら一緒になってるやつがあるの。はい。え。それめっちゃいい。眉毛剃りと、 鼻毛カッターが一緒のやつがあの一緒のところですかそうブーンってやるのと鼻毛カってやるのとでこうできんのえ同じ歯ですか同じそれできんの同じ歯っすかうん付け替えないですか洗うもちろ洗える洗える洗ってこうやってやるけどでも同じのできるすごいのよ楽なのよ鼻毛カッターってうん なんか先端、こう、円柱みたいな感じ、ね、そうそうそれを鼻に突っ込むのがあってそうするとそれで、でね、バあってカッターで周りにある毛を剃ってくれるのわかるでしょ、タクヤなんか、わか,かんない僕はあの、ブンってのくやつですもんあの痛いやつゴス<ソ>トゴスト ノリみたいなのグッて刺してうーわ痛ぇえ、ゴス定期的にしようとしおるしおるしおるえ、そうなの？あれ罰ゲームじゃん、ただのえ、僕は気持ちいいですけどいやいやいやあの痛さ気持ちいいになるのかよもう慣れてるからでしょうねでも俺はどうそれ鼻に突っ込むとそればーって反れるの円柱を眉毛にしたら眉毛全部いきません眉毛ってごめんあの、下下だけこう反ったりするっていうかあへえ。なんか生えてくるじゃんう毛みたいな眉毛の下のところ。はい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 それをちょっと整えるためにこう 使ったりとかできるのよ<ー>結構今いろんなハイテックの出てるよそうなんすねおでこんなもんだしペンみたいなやつだから全然荷物にならんしそうだよねさんじゃあ荷物はもう多くないんですかこれマジで多くない普通にショルダーバッグ一個とかで泊まりに行ってるのもできるあ僕もできますそうあだから本当最低限の下着、はい、パンツとかだけ持って行けちゃう、はい だから、たくやは考えられないと思う。聞いてるもんね。聞いてるもんね。え、だってそのバッグの中にシャンプーとか入んないじゃないですか。シャンプーなんか、俺もヒロと一緒だよ。向こうに備え付けるのがあるやつを使うのよ。熊本で言ったら、あの、バー油シャンプーがあるけん、バー油シャンプーでいい。そこはだから似てるわ。え、てか僕に至っては、たまにメンバー分のシャンプー、トリートメント持ってきたりしますからね。そう、わかる。俺もたくやからもらったことがある。めっちゃいいやつ持ってんのよ。それはもうちょっと、たくやがいるから安心してる部分もあると思います。 あそうかも持っていこうとは僕もするんですよ、床面からもこのシャンプーいいですよって言ってもったりもするんで、じゃあこれ持っていこうって、ったり使おうって思ったりするやつもあるんですけど、やっぱ忘れちゃって、たくやでかいな、かなりクオリティ高いのを持ってきてくれたらね、本当にね、マジ助かる。もさんま時にシャンプをこう うん。貸して。貸す代わりにね。貸す,にね貸す代わりに13からは脱カッった。ああ、使っていいよ。それは、<laughs> 脇毛とかやってもいいですかごめん。俺がいじめようと思ったら逆にいじめられるパターンだこれ <laughs> <laughs> 脇着が旅行中伸びとっても何のデメリットもねえわ。<laughs> まあね、しかも1日2日の問題じゃないだろ。そ, <laughs> そうか、そういうのを持っていくっていう感じかな。僕らは。だから疲労は逆に欲しいっていうことね。そうですね。なんかこだわりみたいなものがね。えー、コンコーネーム。はい。推しを定めたいけど、あちこち行って結局箱に安定してる一生箱推しを貫くであろう、楓さん。おー、素晴らしい。はい。<laughs> <laughs> 俺にしろよ。<laughs> あの、実はその今の俺にしろよが結構聞く、あれかもしれない。僕もいるいるよあごめんそ、それ聞かない。ごめん、それ全く聞かない。ヒロの今の、ちょっとね、低音ボイスが、ちょっと聞いてくるかもしれない。僕もいるよあ、高い、逆じゃねえかよ。それ困ってないのよ。ちょっと質問読まして。はい。えー、ヨカの,の皆さん、ジュンさん、こんばんは。こんばんは。えー、最近、えー、ヨカの,の皆さん、えー、特にボーカル隊のお三方、の歌声がどんどんパワーアップしていて、えー、一人でテンションバカ上がりしてる今日この頃なんですけれども、地声の音域を広げている。 はい。には、えー、どうすればいいでしょうか、もともとオペラをやっていて、基本的に裏声を使う方に、<laughs> すごいやん、教えねえやん、や <laughs> 今しっかり胸張って、<laughs> さ,あ行くさあ行こうかってなったけど、もともとオペラをやっていて、<laughs> そうですか、もともとオペラをやっていて、基本的に裏声を使う方だからオペラって、はい おお、ってこっちの方になるのよ。で、ポップス歌うときって、もっとこうバリバリした地声感が必要になってくるのね、実際で。もっと楽に地声で歌えるようになりたいですっていうことなんですよ。ここにいる二人、教えている二人なので、はい、あで、地声をパープ、だから、ポップスっぽく歌っていくための、ちょっと練習方法みたいなのを、ちょっとこれ、この二人使って今やってあげようかな、みたいな。まあ<ー>、そうですね。あの、 ポン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  <laughs> あの。一切そんな教えたことないです。<laughs> 例えば、自合意観。だから二人の場合は、はい、男性なので、はい、まず自合意観って結構強いのよ、もともと。はい、男の人って。で、えーの、女性って確かに多いの。自合意観が入ってこない人って。うん、だから、生態っていうのを、はい、ちょっとこう、しっかり合わしていくことが大事になってくるので、一個拓也で、じゃあ一回やってみようか。おっ <バ> <laughs> <laughs> あ今のも地声しっかり使ってます。実は。あのー、ごめんね。あの、もっと変な声だと思ったら、しっかりした声使って。あ、来らさん明けましてああおめでとうございます。<laughs> 今のおっぱいもしっかり実は地声の声帯をちゃんと使ってる状態なんですよ。<ー>だからしっかりした声になってるでしょ。ああいう声はポップスで使えます。例えば、え <laughs> え、あと A の間。で、女性これぜひやってもらいたいです。タックやったら入っちゃうけど、女性でない人多いので、<ー>これで例えば、え<ー>、え、え<ー>、え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 <ー>、え<ー>、え、ね、え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 、らえ、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 てえ、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  <laughs> 完全にそれ使いましたけど<あ>今ちょっと志村けんさん入った <laughs> そこ別に言えたいわけじゃなかったんだけどなそういうことかじゃ志村けんさんにさしたいわけじゃないんだけど <laughs> <laughs> ええええええやりますよねでもこれ普通にレッスンでジュンさんやるやるやる,やるだからオペラ感みたいなちょっと裏声裏声しちゃう人にはこういうのはすごい効きますあとは今の ファイブトーンっていうダンデ,ンデ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 ンだあれが聞くのよ。えー、実は音と音の間が狭いのね結構。うんはい、だから下の音の発生状態をこう牽引していくみたいな効果があるの。えー、そうだからその下で入った強い声をそのまま上に上に持っていくっていう効果があるから今のスケールを使って今のタカヤが発生したような声を出すと結構自語感が本当に増してきます。オペラってそもそも本当に自声を使うじゃないですか。こういう声をね嫌うジャンルなんですよ。 別に間違ってるわけじゃないの。オペラはそういう声を使うから、ジャンル的に。<ー>ただ、ポップスでは確かにそういう声って使わないので、ちゃんと入れてかなきゃいけないんですよ。もののけ姫はどっちに入るんですか、うん、あれはだから、オペラ感の方に入るかな<ー>、うん。ジャンル的に言うと。<ー>そうそうそう。だから、ああいう声で、じゃあ、ヨカの楽曲とかって歌わないじゃん。はい。あの、メラさんみたいな声では。そうですね、うん。ちゃんとしっかり入れていくでしょ、地声のところって。<ー>おーしー 何、はい、これを聞きたいですかって話です。<laughs> 聞きたい人もいるかもいるかもしれないけどね。<laughs> はい、このパターンっていうのもね。あとハニ、ケトおお <laughs>、ケトモ目に映るものはい、これメラさんバージョン。これが地声使ってない状態です。これを聞きたいかっていうことなんですよ。あとは合わせる方をやってしたんだけど、はい、例えば、ガガガガそう、ちょっと深くして、ガガガ ガッガッガッ。で、一回こう、息を止めた感じで、ガッ、ガッ。ええそうなんない絶対そうならないはず。一回息止めて、ガッ、ガッ。あもうダメだこいつダメだこいつダメレッスンならなダメだ俺ももう、俺ももう、俺も、俺も志村がごめんごめん。あの、普段のレッスンこんな感じなんだと思われるから、しっかりあの、息止めてやると、ガッと入ると思う。 そう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 それでさっきみたいなスケールでも全然大丈夫そうヒルやってみガッ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 ッガッガッガッとッガッっッガ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 ッれッガ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 ッっッガッガッっッガ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 ッもう一回やってみます ごっごごごかいダメだやっぱりダメだった <laughs> あの、今のアインとかのとこは参考にしないでください。<laughs> その前のガッガッガのところは自己意観しっかり入ってるんです、実は。そうか。うん。だからそこを真似してた、だか例えばさっき拓也がやったえーとか、<laughs> ヒロがやったガッガッガみたいので、 で、ファイブトーンでさっきのスケールでやってあげると、アインとか、フーみたいな真似しないでくださいね、本当そうすると入ってこなくなっちゃうから。ああ、そっか。なので、ぜひちょっと参考にして、やってみてもらいたいと思うんですけど、<laughs> がっつりボイトレ。<laughs> <laughs> <laughs> レアっすよね、でも、ラジオでこんなにけるのとか。とあかああ、あんましないよ。一回、雄大の時にやったことあるけど、その時は逆に裏声の方だった。 高音を出したいですっていう悩みが来た時に雄大使ってちょっとやったけどちょうど今日この2人いたからあいいわと思ってちょっと、えー、じゃあ、うん、あの私のお墓の、うん、あれは地声じゃないですか、うんまあ、地声は地声なんですけど、はい、声帯の合わせ方はそんな強くないんですよ、はあ、確かに実は。うん、確かにで、共鳴空の広さでちょっとリッチなサウンドにしてるとか、はあ、太さを作ってるっていう。 ねうん、だから声帯の厚さとかだったり共鳴空の広さとかで、はい、声のトーンって全然バレーション作れちゃうから深いなのでこれからも頑張ってくださいって思う頑張りますい <laughs> <laughs> あいい地声が出ましたね最後ねネ <laughs> <る>ネームネームムさん はい。ありがとうございます。ますえー、純粋横楼門の,の皆さんこんばんは。こんばんは。えー、ヒロさんがよくやる表情について質問です。えー、私は横楼門のイラストをよく描いていて、<laughs> えー、ヒロさん推しなのですが、はい。一番たくさん描いてきたはずのヒロさんが一番似ないんです。ふえー。なぜだろうと考えてみたんですが、他のメンバーは写真を撮るときによくやる表情というのがあるんです。 え、この表情をイラストでうまく表現できると、顔のパーツ自体は似てなくても、みんなの中のイメージと同じ表情をしているので、似てるように見えるんです。でも、ヒロさんは大体毎回違う表情をしていて、<laughs> これというイメージがないから似ないんじゃないかという結論に至りました。<laughs> そこで質問なんですが、実際に近くでヒロさんを見てきたジュンさんやガロモンの皆さんが思う、ヒロさんがよくやる表情はどんな表情ですかちょっと聞いてみたいなと思い質問させていただきました。ふざけてるー <laughs> これ書けない <laughs> すごい難易の難しい顔してた今俺絶対書けないもんか拓哉から見てさヒロは本当いろんな顔するのこれっていうのないんだ 例が一個あるわ。あ、ごめん、だったら。ユイだったら、え眉を上げて、口を縦に開いて、上の前歯を少し見せる。あるのあやいそれそれかわいいと思ってるわ、あいつは。それで、あと、第一だったら、目と口をパッと開いて、手を広げる。ああ、第一よくする。そういうのがあるんだって、他のメンバーだったら。で、ヒロはもうないんだって、そういうのが。だから、毎回でも楽しませんでしょそれで、いろんな表情を作って。いや、そんな考えいそういう感じじゃないのはい。別に意識しないですね。 しないって言ったら、逆に言うと書きづらいんだってよ。はい。タクヤはタクヤのウィスみたいなことですよね。あ、やるねこれでしょ？やるやるやるウィス。書きやすいように僕は考えてる。<laughs> いやほら優しくないかヒロ。今好感度をね上げて行ってきてるけど、はい。なんかじゃヒロにも作らないといけないわ。タクヤちょっとヒロに作ろうかちょっと。 いや、でも、無理やりヒロのことを制限するのは、僕は、やりたくはないな。ただただ俺が悪いやつ。もう、盛り上げようと思って。上がれねえこともう、上がりますね。結果、こいつ、好感度上げにるあれれれれ結果、俺を下げて、好感度上げってるじゃん。なんだよ。せっかくちょっと作ったらいい書きやすくなるかなと思って。え、だってそんな、ヒロはそういう人じゃないんすよ、まず。まず、一個に固める人じゃない。そう。だから、難しいのは当然だと。そうなんですよ。そういうことで。 <laughs> あ本当にね、なんかかっこいい顔からふざけ顔までいろいろするじゃん。いや、ふざけ顔はあまりしないっすよ、ヒロ。え、ここだけなのこれ、してんのそうっすよ。さんにしか見せてないっす。逆に嬉しい。<laughs> <laughs> 嬉しいの <laughs> <laughs> まあね、なんか作れっていうのもおかしい話か。 でも書きたいんだって推しの人が。一定じゃないのかな、うん、え、ヒロはなんか僕のイメージ、うん、例えばファッションによって表情を変えるっていうのはヒロが多分一番やってると思うんですああー、着てるものでそう、とか、その雰囲気で顔を作るっていう、うん。はい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 、はい。逆に言うと僕はどんなシチュエーションでもこれやっちゃうんです <laughs> <laughs> あだから書きやすいっていう、まあ、のにはなるんだけど、はい、い。いいとこも悪いとこもあるってことか。タクえはタクえでいろんな表情を作りたいんだ逆に。作りたいっすよ。 それはヒロが得意じゃん、だから。なんでさ、ヒロってこうでパッパッパっていろんな表情。例えばさ、10回今から連写します写真ってやったときに、はい、多分10全部違う、あれできるよね。多分俺とかタクヤって、三四、はい、3、4被ると思うんで、同じ顔が。<laughs> はい、10連写したときに。多分、うん、パッパッパッパってなって。 パ、ぐらいのリズムだったらヒロは間違いなく10個変えてそう、できる思うけどとパッパッパッパだったらできないっすよ、多分。<laughs> え、それでもやりそうじゃないこの男。<laughs> かヒロは、うん、いや、いいわ。いや、いや、いや、<laughs> ヒロは顔だけで作ってんじゃないっすよ。あ、なるほど。心情も入ってると。<laughs> ポージング含めてヒロは、いやお前もう一回ポーポージング含めてやってない。ポーピング。そこじゃ、別にそこどうでもいいわ、今。あー、だから、パッ、パッ。 パクらいの間が欲しいってことか。別に表情だけで作ってるわけじゃないと思うんですよ。おん、すげえ、なんか俺、ヒロのことですごいタクヤから怒られてるみたいな感じになってるわ。<laughs> だから何言ってっ <laughs> 逆に、あれじゃないですかわ、うん、かんないですけど、その、うん、こだわりはないからじゃないですかえっと、ヒロがはい。あー、なるほど。逆にそれこだわりないからになるのか。うん、これを売りにしようとかっていうのがないってことですかあ売りにしようっていうか、うん、タクヤはそのウィースっていうポーズが好きなん 好きじゃない。俺好きじゃない。好きじゃないのにやってる、ずっと。これなっちゃうの、勝手に。あの、その、ジャケット撮影とかアーシャの時に、ポージングとか表情の作り方一番いたの僕なんですよ、間違いなく。いろいろこうしてって言われるんだろうね、多分ね。その写真撮る時にね。僕のメンバーうまくて、雄大とかも意外とめっちゃうまいんですよ。雄大上手ね。あ、雄大の写真とか確かにいい表情してるかもしれない生で見たら全然不細工なんですけど。やめろ、やめろ、やめろ いやでも表情の作り方めっちゃうまいしかもユイダーなんかどんどん増えていってますね。バリエーションが。<はい S 1> はい で、マスラもやっぱかっこいい写真バチンと押さえてくるし、第一もやっぱりもう経験するね、第一の場合はもう多分。あの、可愛らしさを出していく。写真撮ってくださいって言ったらもう決まりの多分自分の型がある。はいはいはい。で、ヒロはもうその場でもう、さっきいろいろできちゃう。僕一番もう何もできない。全部ウィスウィスウィスいや、だって僕、本当写真撮ってる時僕ただ場の空気を和ましてるだけでよくあるいや、そんなことない。そんなことないっすよ。ないなりにどっちもだからそう求めてるものがあるのかな。拓ヤはやっぱりいろんな表情できるようになりたい。 しヒロはヒロでそういう拓也みたいなのがあればいいなとも思うってこといや思ってないですよヒロはたぶんいや惜しいな思ってない思ってないすいませんネームさんこれからも苦労して書いてくださいヒロのことだから直接会ったらいいんじゃないそうだねやっぱり渋谷の花見取りに来ていただいてあの行っていいよ結局最後ナンパで終わるってこの二人らしいっすわ今年から本当にということでじゃあ3曲目いきましょうかはい3曲目はじゃあヒロか はい、僕ですね、うん、まあ今年はね、コロナがちゃんと収まることを願って、うん、どん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 ね、みんなと会える機会が増えると思うんですけれども、うん、まそこでね、みんなの楽しい思い出を振り返っていきたいなという気持ちを込めまして、うんうん、聞いてください。アジアジジンンカフーーェネレーションでリライト。 はい、ということで、えー、エンディングの時間ですけれどもありがとうございます、はい、結果なんかタクヤ最初と言ってること違うよな<え>去年のタクヤがそのまま来てたじゃねえか <laughs> なんか俺をけなし自分が好感であげるというとごめんなさい、なんか <laughs> その感じも去年のタクヤなの <laughs> 結局 <laughs> それでタクヤさんかわいそうジュンさんやめてになんだからリライトーシス、えー もう本当にリライトに助かったわあの一発目ね一発目ということで盛り上げたいっていう気持ちがあったいや本当そうっすよ自分的にもだからろたく呼んだのでありがとうございますすごい盛り上がって楽しかったなと思いますんで今年よかろうんのスタートとしては抜群なあれを切れたのかなと思いますのでということで全国ツアーか全国ツアーが迫ってますよねもうね そうですちょっと告知、いきましょうかありがとうございます全国ツアー、東京公演があさってあさって1月の10日、日曜日からですね一部が13時30分開演二部が18時開演 二回やるんだ一回やります。はいはいはい。また、えー、博多公園を地元だ。はい地元福岡公園が二月の二十一日日曜日。はいはははこちらも一部十三時三十分開園、二、うんうん、部十八時開園。 どちらも E プラスでチケット販売しておりますので、はい、今、この放送が当てる時にまだあるかどうかちょっと分からないんですけれどもそうだ、ね、まだまだ帰った場合はぜひぜひ直接お会いできることが一番うちしいですね。 はい何年ぶりうえっやったことあるの高校生ぐらいの時にあそんなレベルなのも高校生の時にハモネプぐらいの時じゃ地元のパン屋さんとかでそうそうやったぐらい仕事で歌うっていうのありましたよすごい営業じゃんもうへえ学祭に呼ばれ呼んでいてもらったっていうのはあったんですけどなんかそれ以外だとねもう本当にそうねあ、じゃあ全然地元の人は聴けてないんだなまであんまり そうわあそういう意味じゃすごい楽しみというか。やっぱり1年、コロナとかでずっとこう自分の健康第一にも,も,も,もちろんこれからも、の今年もね、気をつけていかなくちゃいけないんですけれども、やっぱ会える機会ができたっていうのは、本当に東京公演。 坂田公園のチちラを僕らすっごい楽しみにしてますのでまたヒューリックホール東京はキャパシティがすごいでかいとこだもんねャッ弱の場所なんでそこで歌えるっていうことが本当に幸せなのでそうだよねなかなかね誰でも歌える場所ではないし本当そうです本当そうでちゃんとね感染対策とかもしっかりして頑張ってますので来るときはね安心してね来ていただければと思いますので本当にだから最初も言ったけどはい 隊長だよね、ね二人のすやっぱりこれまで副隊長とかはしたことがあるけど誰俺俺もも隊長まで今ちょっとねなんか洞窟に入ったみたいですこの二人はそっちじゃないでしょでもちょっとねお腹も結構下すこととかそうで隊長隊長隊長いやあの入ってるかわかんないですけどとんでもない腹なりしてたんですよ今日収録中にグルグルグル言うてもう本当にねもうこれまでで一番長いいや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 最長 大腸、最長、本当にそうよ、何の話をしてんだか、本当に、そんな話、どうでもいいわ、この二人の体調を気にしてっていう感じがとうございます締めていただいて、本当に、もう変なとこ行くから、あすませんもうエンディングだってことは分かってないので、この二人は、ここからもう一度エンジンかけようとしてるから、いらん、いらんと、もうガソリンないから、確かに、もうすっからなんだから、そうね、すゅね、さんも使われてる中、今、もう時間、言わないですけど、だいぶ遅いっすわ、今。 ジュースの根がとろんとしてるもんね、ぜひね、楽しんで頑張ってもらいたいありがとうご思いますので、ライブはね、今年もいろいろ、ヨガローンとも、まあ今後としてもね、やっていきたいと思いますので、本当にさっき、高谷も言いましたけど、トークライブとか、多分俺ね、6人で会ったことないの確かにね、あ、一番最初会ってる、一番最初会ってるけど、でも、なんかちゃんとこうその時に会ったあそこ以来会ったことないのそうだから個別では来てるけど、だから、なんかこう、6人で、なんか、やる。 みたいのはぜひねやりたいと思いますのでやいやいや本当にもう新年一発目からいや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 言ってきましたけれども、ね、21年もね潤さ、うん本当によろしくお願いしますお願いします 綺麗にめろよちゃんとそのままな。ということで、かぶとの音、財布の紐はきゅっと締めていきましょう自分の財布だけはちゃんと締めるみたいですけどね、まあもう締めづらいわ、本当に。さっきの感じでよろしくお願いしますって終わればいいのに、に紐をきゅっと締めめしてみたいなこと言うから、13つあると思うね、ねょ曲いやいや、終われない、終われない、終われない、もう、4曲目で終わりたいぐらいですけど、来週からまた。 続きますんで、はい、今年もよろしくお願いいたします。はい、来週どのメンバーが出るのか楽しみにしていてください。今週のパーソナリティは、カラオケのヒロト、タクヤと川野順でお送りしました。<laughs> また来週。阿清めー。イまたやろう。この番組は J ボーカルスタジオの協力でお送りしました。